っちゃってごめんなさい。なんかちょっとかい現状復帰がまだおかしい。おはようございます。ちょっとなんかすあの昨日ブランマンジェが死ぬほど美味しくて、あのちょっと今うちわの報告としましては、私があのもうずっと一貫してなんか、まあ、ゼリー的っていうかブランマンジェか、まあ、そういうパンナコッタ、まあ、日本語で言ったら牛乳ゼリーとかそういうものがもう死ぬほど好きとか一番好きなんですけど、あの本当にあらゆるものの中で、でもなんか昨日メールって返信したんですけど、多分ブランマンジェをってか考えたんですけど、年に何回食べて何十年生きてるから私は何個食べたんだろうとか思って、それをもうだいぶさば読んで1000個ぐらい食べたとしたら、もうダントツ昨日のがあのもうぶっちぎりで美味しかったですって言ったぐらい美味しかったですっていう話ですね。なんかすごかったです。その何が入る、もう秘伝すぎて多分いろいろ魔法が入ってると思いますっていうねご報告でした。ありがとうございました。なんかあの、今日は8月14日ですね、あのの日ですね。そんな朝でございます。昨日はねあのここで本当にここであの歌の収録っていうかあのバラバラでねあの歌と伴奏ととか撮ったんですけど、あのすごいなんかあの、まあ、いろいろなんていうのかなあの試すとかそういうのもあったけど、結局もう全一発であのもう何もなんか何もなあの通過すぎたって感じでね、それぞれがなので、それでもねなんかそれでもっていうかだからっていうか、まああの おはようございます、なんかあの結局なるようになるっていうか、自然だとあなんていうのかな、まあそういう物事でも旅行でもなんかやるとかどっか遊びに行くとかなんとかでも合ってる流れってまあだいたいこうスムーズですよね。だからなんかガチャ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 しだしたらちょっとそれ自体が違ってるかなって言ってこう振り出しに戻った方が早いかもしれないですよね、こういうのってねっていう感じで、あのできたらなんかでもすごいなんかわかんないですけど、うちは受けではないような気がするんですけどね、すごいなんか結構感動的な感じがして、あのそうなんかもしかしたらちょっとコンサートで歌ってもらうかもみたいな感じに なりつつあるみたいなところですけどねなんかあので、何の話してるかっていうと、昨日言ってたその幼稚園の演歌をあの思いがけずなんか依頼いただいて、ね、作曲っていうかなんかそんなことをさせていただいて、でなんかでもできたらじゃあどういう形で届けたらベストかと思った時に、あの譜面をペラって渡してもなかなか伝わらないじゃないですか。だからやっぱり見本じゃないけどあのね歌があのあったらそれで届けたらなんかの時にねかけたりできるしっていうことでそうこうなったんですけど、うん、まああれですね、あの最終的なまあ大体これであのもうあとあのあれするだけだからあのミックスするだけだからもう大体ここまで来て、私の最終的なここに来ての感想はあのそのね最初にあの保護者ってお母さんたちからとか、幼稚園 その先生たち保護さんというかたち現場の方たちからあの言葉を集めて、で園長先生の思いを入れつつ園長先生がまとめて
で私が曲をつけて、で今度高見ちゃんっていうそのうちにちっちゃい頃から来てたあのもう大人の歌手になった方とに歌ってもらって、またその子があの本当にあの曲のね、歌詞を理解して、あの本当にハートで理解して、でね、あのオペラとかあとアニメのすごい高い声とか変幻自在でやれる子なんですけど、多分この歌に周波数合わせてきたなって私は思ったんですけど、あの本当にそのぴったりの声で歌ってくださったんですね。それでそれがあってとか、それでその最後その園長先生がちょっとあのあれをね、ここあの朗読するんですよ。 そこもそれもなんかそのねあの上手なんです。あのプロの縦板に水とはまた違って上手なんだけど、もっとやっぱり本当の当事者のなんか魂入ってるような、それも一発でなんか取れて、それでね、だからなんかそれでその感想としては、結局もう初めにもうなんか完成形があってどっかに、でみんなであのみんなでそれをこう掘り出したっていうか下ろしたっていう感じでしたね。なんかだからそこになんか一緒に関わらせてもらって楽しかったなっていうのが感想で、もうなんか何も残ってもう忘れちゃったっていうか、なんかやったって感じゼロって感じですけど、で昨日思う、それでまた今朝思ったのは、あのすごいこういうの、それがなんかこうそれこそ 無抵抗でいい感じだったんだけど、ああもう全部多分お金とかもそういうなんかあのなんか本当通過ですよね。だけど通過することであのこの作業が行われていた期間っていうのは、まあ、そういうことが私を通過していって何も残らないけど、あのその期間生かされたっていうか、だから多分あ命とかもお金とか時間とかちょっとこういう感じなんじゃないかなって思ったんですよね。だからなんか握らなければあの握らな残らなくて知らないけど、何にも残ってない人だから負け惜しみかもしれないですけど、なんかこうあの通過していく時にあのなんか素晴らしいことが起こっているとか生きているっていうか、そんな感じなのかなってちょっとね思いましたけど、なんかそれでということはということはなんですよ。いやなんかちょっとすごいつながっちゃったけど、個人差がないんですよ。才能とか私はなんかな誰かに比べて劣ってるとか、そもそもそこがない。だって通路だから、素晴らしいものは自分のとこにはないっていうか、とかもう外に満ち溢れてて、それを通すだけだから平等じゃないですか、完璧に。そこがなんかそこがすごいなっていうのをちょっと私は編集学校でも思ったんですけど、すごい人って結構そこら辺が一致してるっていうか、編集学校だと型っていうか言い方したりもしますけど、めちゃくちゃ謙虚ですよね皆さん。それで自分が考えたとか言ってる人ってあんまりいないし、その器として型って器だから器としているっていうことに徹するっていうか、そこを自覚することによってだってなんか水とかでも何でも隙間があったらそこに流れてくるじゃないですか。その例えばいろんな蛇行していく山の下から上から下に降りていくとかでも、だからやっぱり器だ開けておくっていうか、そういうのってなんかそれってまあ余裕って気持ち的な余裕かもしれませんけど、なんかそっ
ちしかも希望がないっていうか、もう即興とか完全にそれですし、なんかそういう感じですかね、なんかとか全部同じだなとか同じか分かんないですけどとか思ったりしましたね。なんかそんな感じ、そんな感じですね本当に。あのね、だからそのちょっと練習学校とか行ってもあれだけど、あのお能とか私なんかあの気が狂ったように忙しいんですけど、ちょっとお能の先生に出会っちゃって、近所でで、なんかちょっとだけなんちゃってで教えてもらうことにして、なだけど絶対全部つながるから、なんかその編集学校の方とかそういうのお能とかともすごい関連があるんですけど、ああいうのってあの何でもそうだけど、クラシック音楽とかでも実はそうだけど、すごい決まり事がすごいたくさんあって、なんて堅苦しいって思う素人目には思うんだけど、それはあれなんですよね、そのそういうものがそういうなんか神でもいいし、その外側に満ち溢れてる才能的なものが流れ込んでくるためのこう器を用意するみたいな型なんですよね。だから実は中身空っぽっていうか、じゃないとそういうやつだったんだみたいな感じですね、なんかとかね、いろいろ思ったりしましたね昨日の流れで。あ、関係ないようだけどすごい全部同じだなと思って、もうそれ一本でやっていくしかない。そうするとなんかあの自分超えっていうか、あれもそうじゃないですか、運命超えるも分かんないけど、ホロスコープとかああいうのってあの自我の地図的なところもあると思うんです、その人らしさだから。だからそこはそれでいいんだけど、空っぽになった時点でだいぶなんか超える、うん、っていうのは、私らしい私の自我による選択を繰り返すことで、私の自我らしい運命がどんどんこう形作られていくから、その最初の選択をこう私らしくない方を選んでいくと違う人の人生になっちゃうじゃないですか、簡単に言うとね。だからそれが今度意図的じゃなくね、その、うん、明け渡したら誰かがそれを誰かっていうか神がとまでは言わなくてもちょっと面白いじゃないですみたいな実験ですね。それこそこの毎朝のこれはそんな感じでございますね。ということで、なんかよく昨日の感想がこんな感じになりましたけど、じゃあ引きたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。Thank you.
りましたっていう感じ、なんか取り留めもなかったですね。そんな朝でございましたけれど、あ、台風ですね。台風来るんですけど、今なんか晴れてんですよね。で、なんかでも今日これからね雨らしいんですけど、今後のね、まあいろいろありますけど、今週末私は富士山に登んなきゃいけないんで、とか、あといろいろ、私明日落語に誘われていて、雨どうなのかなとか、志の輔さんのなんか階段みたいな、なんか毎年やってる、なんかすごい貴重なチケットっぽいんですけど、台風どうなのかなとか、そんな感じですね。またご報告できたらいいかなと思いますけど、では終わりたいと思います。ありがとうございました。なんかすごい全体的に取り留めがない朝でございました。8月14日ですね。今日が素敵な一日でありますように。ありがとうございました。ではまた明日の朝に。失礼します。素敵な一日でありますようにって言ったかな、言ったよね。ありがとうございました。失礼します。